ストラメノパイルは、弁毛に、中空の焦げを持つ、新刻生物の一群である。群の名前もこの焦げに由来する。ストラメノパイルは、全弁毛と五弁毛の二本の弁毛を持ち、全弁毛にこの焦げが見られる。不透毛類とも呼ぶ。稀に不透毛植物とも呼ぶが、しばしばそれは、ストラメノパイルの、サブグループを意味する。分類階級は当初は、門とされたが、 これの海分類を門とすることもある。ストラメのパイルには、藻類の一大分類群であり、多細胞生物も多いオクロ植物が含まれる。オクロ植物の他に、原生動物として知られる、太陽虫の仲間の一部や、古くは、菌類として扱われていた卵菌、サカゲ月ボカビ類までを含む多様なグループである。有名な種として、昆布やわかめがある。色素体の有無や、 細胞外非構造の種類など、ストラメノパイルの細胞構造は様々である。それらの生物をまとめる共有派生形質が、弁毛に備わった感情、焦げである。弁毛全体の形が鳥の羽にも似るため、以前は羽型弁毛と呼ばれた。弁毛に焦げを持つ生物は、ハププモ、も、ーグレナも、プラシノモなど様々な分類群に見られるが、ストラメノパイルの弁毛を焦げには、 細胞の推進力を逆転するという得意な機能がある。ストラメのパイルの多くは日本弁網であり、全弁網に感情を焦げが付随している。この焦げは、基部、軸部、先端網からなる三部構成で、軸部の太さは数十ナノメートル、全体の長さは最長でも数マイクロメートル程度である。軸部は、感情の名の通り軸部が中空になっており、 生物によってはこの部分にさらに細かい側毛が生えている。先端毛は一本数本で、本数は生物種によって異なっている。焦げの基部は弁毛に対して柔軟であり、弁毛だとともに感情を焦げも水をかくように動作する。この焦げの動きが弁毛本体と逆方向の水流を生み出し、推進力の逆転に寄与していると考えられている。これらの焦げ構造は、 非常に小さいため、観察には、透過型電子顕微鏡が必要となる。一方、ご弁網には感情、焦げは付随せず、推進力を逆転する効果はない。代表的な不透毛植物である滑走や軽相は、普段は弁網を持たないが、生活感の一部で、有層細胞を生じ、この時焦げのある弁網を備える。ストラメノパイルの形態は様々であるが、 弁毛を持つ有層細胞の形態は共通性が高い。しかしながら、アクティナフリーズソルなど、生活感を通して有層細胞器を持たず、従って感情、焦げを一切持たないストラメノパイルも、いる。ストラメノパイルは、アルベオラータ、リザリアと共に SAR を形成する。以前は、ストラメノパイル、アルベオラータ、 ハプトモ、クリプトモがクロムアルベオラータを形成するという説が有力で2005年には国際原生動物学会の分類にも採用された。しかし2009年から2010年の複数の研究で否定され2012年の分類改定では SAR にとって変わられた。さらに以前はストラメノパイルにクリプトモとハプトモを加えてクロミスタとする説もあった。 ストラメノパイルには、ビギラビギラ、ニセキン、スドファンギー、オクロ植物オクリファイタの3つの系統が認識されている。この3者の間では、以下のように、ビギラが基部に位置し、ニセキンとオクロ植物が互いに近現である。したがって葉緑体がない、無色ストラメノパイルの中から、多くが葉緑体を持つオクロ植物が派生している。ただし、 この三つの系統が分岐する周辺には、おそらく従属栄養生生物に由来し、マストと呼ばれる非常に多様な環境 DNA 配列群の存在が知られており、その蘇生や詳しい系統関係は、ほとんど明らかになっていない。系統学を重視した国際原生生物学会の2019年体系では、偽菌類を一つの系統として、まとめるのではなく、 オクロ植物に近縁な系統として並立させている。その一方、輪ネ式階級分類を徹底したキャバリエスミスの体系では、ビギラ、ニセキン、オクロ植物の三つを門に当てている。ラビリンチュラ類の一種、アプラノキートリアム SP、ストラメノパイルの太陽虫アクティナフリーズソルラン菌類水カビの仲間である、ワタカビのコロニー。古くは、 模金類などと呼ばれていた金類的なグループのうち、有層紙が進行方向に対して前方に弁毛を持つものが含まれている。高層の仲間の日はまた、様々な形相の操作型電子顕微鏡写真、オクロ植物はストラメノパイルのうち葉緑体を持つグループである。不透毛植物とも呼ばれ、古くは黄色植物とも呼ばれた。多くは、 光合成を行う独立栄養生物であるが、一度獲得した葉緑体を二次的に失い、再び従属栄養生活を営む生物も含まれる。オクロ植物はフェイスタ・ファスタとカキスタ・キャカスタのニアモンに分類される。それらのメンバーは系統的に修正されたが、単系統性は弱くしか指示されていない。ありがとうございます。